一方、男子フィギュア界には次世代を担う新星が現れました。羽生結弦、18歳。11月に行われた NHK 杯、得意のショートプログラムで世界歴代最高得点を叩き出すと、12月の全日本選手権でも頂点に輝き、今や飛ぶ鳥を落とす勢い。自分の想像をはるかに超えて早くこんなになってしまったので、自分の心がまだ追いつけてない部分は多少ありますね。進化の秘密は2種類の4回転ジャンプを飛びこなす技術力にあります。今シーズンからあのキム・ヨナをオリンピック金メダルに導いたブライアン・オーサー氏をコーチに迎え、ジャンプの精度を高めていった羽生。その才能はオーサーコーチも惚れ込むほどでした。The most impressive was really his jumping ability. I remember on the practices just seeing him, you know, warming up quickly and then just getting right to the quads. Quad toe, quad toe, quad toe, quad toe. So many of them. And they seemed like they were really effortless. そんなまばゆい才能を驚きの目で見ていた人物が。ジュニア時代から本当に彼は魅力的な選手で、一人抜きに出てるんじゃないかなっていうような存在だったので、まあ近々来るだろうなっていうふうには感じてたので、自分の存在っていうのはまだまだいけるぞっていうところを見せたいっていう気持ちがすごくあったのかなと思う。男子フィギュア界の先駆者、高橋大輔。去年のグランプリファイナルでは日本男子初となる金メダルに輝きました。今シーズン、ここまで羽生との直接対決は1勝2敗。全日本選手権でもわずかに及ばなかったものの、10点差から巻き返しを図ったフリーの演技はまさに圧巻。圧倒的な演技力を見せつけました。僕自身はまだまだ負けないぞというか、自分自身の力を見せつけてやるって気持ちを、彼であったり、彼だけではないですけど、他の選手ももちろんレベルがかなり上がってきているので、世界のなんていうんですか、トップを争う中のライバルの一人として、この年年齢関係なく、本当に強力なライバルだなっていうふうには感じてます。あの演技は本当に神がかってたなっていう感じはしました。やっぱり自分自身そういう演技したいなっていうふうにもっと思いますし、やっぱりまだまだしっかりと先輩の背中を追っていかなきゃなっていう気もなりました。彗星のごとく登場した18歳の若きプリンス。一方、ソチオリンピックを競技生活の一区切りと決めている26歳。互いの存在を認め合い、ハイレベルな戦いを生み出してきた2人が、世界最高峰のアイスショースターズ・オン・アイスで豪華共演します。歴史のあるアイスショーで、やはりスケーターの憧れのアイスショーだと思うんですよ。そういった中で自分も彼らに負けないように滑りたいなと思いますし、今の自分の感情としては芸術家的な感じで、自分のスケート自分の色があって、そういう色を出せたらなっていうふうに思えてきたので、その中でしっかりと自分の表現だとか、そういうものを見てもらえたらなって思います。